皆さんこんにちは、こんばんは。てるてることてるいちごと申します。前回の動画ではジャズの考え方についてお伝えいたしました。見てない方は概要欄の方に書いてありますので、ぜひご覧ください。今回のテーマではお家でできる、音を張るコツ、そしてリズム練習のコツ、こちら2点についてご説明していこうと思います。音を張るコツについてお話ししていこうと思います。まず音を張るとは、息のスピードをその時だけ速くすることを言います。具体的には、息の圧力をパーセンテージで表して、普通に吹く時が約 60% ぐらい、そしてそこから息を速くした時だけ 100% にする、そんな認識でいただければ大丈夫です。この息のスピードを、その時だけ速くするために、お腹周りの筋肉を意識することが大事になります。じゃあ先にですね、実際に僕自身がコツをつかむためにやっていた方法の方をお見せいたします。今何をやっていたかというと、まず普通に楽器を吹くスピードで息を吐き出しますですね。でここから口を閉じます。こうすると息はさっきまで出ていたのに止まってしまいますから、口元にとても圧力が感じられるかと思います。でこの状態からお腹を使ってその息をさらに送り込んであげます。そうするとここで止めきれなくなってしまうので、息が漏れるというような形になります。もう一回やってみますね。こんな感じですね。息のスピードを速くするためにお腹の使い方がどういうイメージかというと、まあ、くしゃみを我慢した時というか、くしゃみをした時みたいに、っていうような感じでお腹や胸周りとかに少し意識が向くかなと思いますので、この感覚をうまく楽器を吹く時に使っていただければ大丈夫です。そして実際にちゃんと圧力がかけれてるのかなと心配になる方もいらっしゃると思うので、一番最後にそのお腹に力を入れて、息を込めた時に息がちゃんと漏れているかどうか、ここをしっかり判断基準にしてもらえれば、ちゃんとできているかどうかの基準になるのかなと思いますので、ぜひぜひやってみてください。でこの時に、気をつけることはですね、この息のスピードを上げる練習は、息を上げた後元に戻すところまでワンセットとしてしっかりと意識を途切れさせずにやるようにしてください。そしてもう一つが、単音を使わずに、舌を使わずに練習する方法になりますので、唇を使ってしっかり息を止めるようにしてください。どうしても無意識にですね、っていうような感じで舌を使って止めてしまう方が多いんですけども、こうしてしまうと、まあ、そのお腹ではなくて舌を使うことの方に意識が向いてしまって、お腹の使い方の方をしっかり意識しての練習という意味では、まあ、効果が薄くなってしまうということになりますので、今回は舌を使わずに、お腹と唇だけを使ってちゃんと息が込められているかどうかの練習になりますので、気をつけてやるようにしてください。手拍子を使ったリズム練習についてご紹介していこうと思います。これを実践して一緒にリズム感覚身につけていきましょう。主な練習としては、裏を感じ取る練習ということで、8分音符の裏と3連符の3つ目を手拍子を使って叩いていくというような練習になります。まあ、この練習ではメトロノームが必要になりますので、後ろのジェラトーニ君のメトロノームを使ってやっていこうと思います。ではですね、8分音符の裏をまずは一緒に取っていこうと思います。今回のテンポは110でやっていますけれども、もう少しゆっくりなテンポから始めていただいて構いません。自分の中で必ず裏を取れるとタイミングの速さでやっていただければ大丈夫です。では8分音符の裏ですね。タッ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 というリズムになります。それでは一緒にやってみましょう。1,2,3,4はい、ありがとうございます。ここで意識するポイントは、この手拍子の、速さ、叩く時の速さと離れる時の速さ、これが8分音符の時はどちらも同じ速さになりますので、そこを意識しながらやることによって、メトロノームの音を聞くだけではなくて、体の中で拍の頭と裏を感じ取りながら練習できるかと思いますので、ぜひぜひ、参考にしてみてください。
では次に3連符の裏を手拍子で叩く練習をやってみましょう。まあ、今回は分かりやすくするために1拍の後にちゃんと3連符が続くような形でやっています。慣れてきたらば拍の頭だけにしていただいて構いませんので、自分のレベルに合わせてやってみてください。でこれも一緒に少しだけ一緒にやってみましょう。 1,2,3,4 はい、こんな感じになりますね。でこの時は先ほどの8分音符と違って手が離れる時と叩く時で少し速さが変わってきますね。さっきまでは、1拍を半分に分けているので離れる時も、近づく時も同じだったんですけれども、今度は1拍を3つに分けていて最初の2つと後ろの1つになっていますので、手が離れている時が2個分、手を叩く時が1個分の速さで手拍子をしなければいけないので、リズムを取る時にちょっと意識を変える必要が出てきます。さらにですね、8分音符の時も3連符で取る時も必ず体のどこかでメトロノームと一緒に拍の頭を感じ取るようにしてください。ちょっと前に戻ってもらって動画を見てもらえれば、僕の体、肩あたりがしっかりと拍の頭を意識しながら手が動いているのがしっかり確認できるかと思います。それを踏まえまして、拍の頭を体でしっかりと感じながらもう一度3連符の3つ目を叩く練習をやってみましょう。でいきますね。 1,2,3,4 はい、ありがとうございます。でここまでで8分音符の裏、そして3連符の裏、2種類について説明をしてきたんですけれども、最後にですね、ここまでのことがしっかりもうできているよという皆さんにはちょっと難しいんですけれども、もう一つ新しいお話をしていこうと思います。同じように手拍子をすることは変わらないんですけれども、手拍子のタイミングが今度は拍の頭になります。ただしメトロノームの音が3連符の3個目になるように叩くので、ちょっと叩くタイミングが変わります。ではやってみますね。はい、いかがだったでしょうか。さっきとは違ってメトロノームの音が3連符の3個目になるように聞こえてきたかと思います。これができるようになると3連符が必ず体の中で刻み込まれているなというような確証になりますし、なかなか自分の中でちゃんとリズムを刻めていないとできないことになってくるので、8分音符の裏と3連符の裏、こちらができている皆さんはぜひ今回の3連符の3個目になるようにわざと手拍子をずらしてみると、こういう練習もやってみるといいのではないかなと思います。でここまでですね、楽器を使わずお家でできる音を張るコツのつかみ方、そしてリズムの練習、こちら2つについてご紹介いたしました。今回の動画がためになった、参考になったという皆さんはぜひぜひ高評価コメントの方よろしくお願いいたします。合わせてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。